前回のあらすじ、フィグマシマリンデラックスエディションを紹介し、その可愛さのあまり天に召されたフルプラ、その流れで一緒にキャンプ、楽しいひとときを過ごしたのであった。そして今回はフィグマなでしこデラックスエディションの紹介だ。それではなでしこ開封でございます。かわいい、なでしこちゃんとのご対面だぜ。でも今回またあの首が動かしにくそうですね。見てこれ、ツインテールが潰れないように補強みたいなのがしてある。俺フィギュアのね、これ外していくの好きですよ。なんか脱がしてるような感じで。さあということでね、全パーツを開封してみました。相変わらず細かいですね。秘密結社ブランケット用のパーツだったりとか、まあ、他のね、食べ物系のオブジェなどが付属してました。キャンプやってるとわかるのが、なでしこちゃんの体力お化けね。マジですごいですよ。キャンプ道具って他にもいっぱい持っていかないといけないのに、その中にさらにね、土鍋とガスコンロ持っていくっていうね、これも相当重いですよ。陸戦型ガンダムかよと。いや、荷物マジで重いからね。で、しかもなでしこちゃんのすごいところは、道中も楽しむっていうね。まあ、そこですよ。まさにこのキャラクター性が一番出てるとこですよね。で、他にもね、表情パーツなどがついてました。あと台座とかね。やっぱり女の子座りしか勝たん。おうて。じゃあまずはなでしこちゃん本体見てみましょうか。かわいい。どうですか、このデンって感じの立ち姿。服のパーツちょっと前に出てるんで、ほんの少しだけね、足を前に動かすことができます。っていうのと、これね、軟質系の素材なんで、ある程度無理させることもできると。まあ、90度ぐらいですね。やっぱりね、冬でモフモフ系の服を着てるので、稼働はね、かなりさせにくいです。ちょっとマフラー外してみましょうか。なでしこちゃん、ごめん。マフラーからツインテが出てる。こっちがね、通常パーツになってますね。これがマフラーなしでございます。じゃあ、もうどの状態でもね、可愛いですよ。うん。で、あと意外とね、自立性あるんですよね。まあ、台座あるんでそっち使った方が心配ないですけどね。どうですか、この細かさ。この緑色を入れてるのがアクセント効いてるよね。ヌードル的なのが見当たらないんで、カレー飯かもしれんけど、これロゴがなくてね、あ、なんか大人の事情なのかなとか思ったら、デカールというか、シールが付属してました。これちょっと貼りましょうか。これ位置的にどうやってつければいいんだろうな。ハンドパーツはこれ多分外せないから。うぅ、これ切らんといけんくない？え、ハンドパーツ外れんのかな？あ、取れた。なんだ、外れるのか。じゃあもう一回貼り直しだな。うぅ、できた。カリーって書いてます。まあ、小物類とかね、乗せるとこんな感じになってます。いやー、これはマジでジオラマ的なのを作りたいぐらいですよ。100均にね、フィギュア用の芝生が売ってあるんで、まあ、それね、ちょっと買ってきて、引くだけでもだいぶ見栄えが良くなるんじゃないのかなと思います。みんなが一番見たい並びはやっぱりこれでしょう。ドゥドゥン。リンちゃんですよ。もう結婚しろよ。ゆるキャン3期も放送されるんで、それとともに他のキャラクターもね、フィグマ発売されてほしいですよね。秘密結社ブランケット作りましょう。まずはこれを外す。前方のパーツも外して、ブランケット用のパーツに取り替えます。説明では前髪外した後にこれをつけることになってるけど、はまりにくいんで、これを先につけて、あーでもそしたら前髪が作れなくなるな。でけた。これ玄関に飾ってても全然違和感ないんじゃない？あれなんか海外のお土産みたいな。まあ、逆に海外から日本に来た人が持って帰ったら、あれ海外のお土産っていう会話になるかもしれないね。今回のゆるキャンフィグマのいいところ、実本体が1商品に2個入ってるようなもんなんで、すごいなんかお買い得というか、所有感を満たしてくれます。だから今回みたいに2個買えば実質4人分ついてくるっていう。おやおやおや、ちょっと待てよ。ブランケットパーツを変えればこれは、あー心がぴょんぴょんするんじゃ。あれは違うアニメだったな。自分の体で温まったブランケットを交換してお互いのぬくもりを感じ取るという二次創作ができるんじゃないのか。お値段はまあまあしますが、実際に買うとまあこれぐらいの値段するかなというか、むしろ所有感あるフィグマなでしこちゃんの紹介でございました。いやー、なでしこちゃん、また俺とキャンプ一緒に行こうか。うん、キャンプ一緒に行こう。ハイグレードのガンプラ1体分ぐらいあるな。今日は残念ながらなでしこちゃんフィギュアまだ開封してない状況でキャンプ動画を撮ってます。まあ、ちょっと天候に左右されるんでね、晴れで撮影できる時に撮影しとこうというわけでございますよ。犬山さんバスト山どこだったっけな、巨乳に見える山があるんですけど、あ、犬山さんバストあった。これ山の郷キャンプ場行くときに毎回思うんですよね。すーげーいい天気ですよ今日は。はー、意外と人がおるな。
これね、ここ誰もいないのいいんだけど遠いんだよな、駐車場から。まあ運動してないから運動しようか。荷物を下ろしたら車は上の駐車場に移動してください。マンホール嫌だな。なんかよいしょ。わ、ちょっと待って、何あれ、え、なんかすげえかっこいいバイクが、かっこいいバイクが、あ、俺のか。はい、ということでやってまいりました、マンホールくん。キャンプ場マンホールすげえテンション下がるな。まあでもいいとここれしかないんですよね。まあ、なでしこといえばやっぱカレー麺とカレー飯でしょ。しかも通常のカレー飯じゃないですからね。完全飯のカレー飯ですから。これと、とろけるチーズ、ベビーホタテ、売り切れごめんって書いてるのに 20% 引きになった国産牛。まあ、この3つを入れてですね、フルアーマーカレー飯を作りたいと思います。とりあえず肉を焼いていこう。うわ、いい音。どうせ焼くしホタテも入れとこう。うまそうやな。よし、これで OK だ。次はこちらカレー飯を作る。栄養バランスを考えるのがめんどくせえやつらに。はい、その間に肉切ります。セルフピピピ、もういいや。アインシュタインはね、時間は存在しないって言ってたんで、いいでしょ。てってれー、うー、なんかめっちゃ泡立ってる。信じて混ぜろ、完全ナウトパウダー。警察に捕まらんよな。仕上げオイル。なんか、色的になんか砂食ってるような感じなんだけどな。混ぜよう混ぜよう。トロトロになるまで混ぜると。で、ここにね、先ほど焼いた肉たちを投入していきます。ちょっと赤いな。ホタテー。ホタテで、この中で混ぜ混ぜして、とろけるスライスをぶっ込んでいく。チーズの数イコール幸せの数ということで、男のフルアーマーカレー飯完成でございます。日清さんごめんなさい。それでは男カレー飯いただきます。スプーンの方が良かったかな。あのカレー飯に入っている肉って相当味付けされてるっていうのが分かるわ。すっげえ味濃い。追加の肉はね、ちょっと贅沢してる感ありますよ。チーズで巻いちゃったりして。ごちそうさまでした。というかね、激熱い。ちょっと移動しよう。はあ、涼しいと言いたいけど、目の前に人工物の柵が。せめてあれぐらいの木彫りだといいんですけどね。まあ今の季節は大丈夫ですけど、もう少しね、あったかくなると上から虫が落ちてくるっていうね、それが嫌なんですよね。というか俺ね、今日ソロキャンプじゃなかったわ。リンちゃんがいた。あちち、ちょっと暑いな。よーし、もういいやろ。というかガスがなくなってきたかもしれん。ブレンディースティック濃厚紅茶オレ、これ好きなんですよね。ちょっとぬるかったな。というか今日暑いんで、アイスティーくらいでちょうどいいかもしれないですね。おでのカロリーメイト。まあ、ちょっとまったりして帰ろうかな。まあ、ワンデーがやっぱり一番やりやすいですね。装備が少ないっていうのがね、圧倒的にいい。リンちゃんマジでプロキャンパーだなって思いますよ。原付でしかもあんな少ない装備で一泊以上してる時とかあるから、マジですげえなと思いますよ。ごちそうさまでした。ということで、この余った水ね、ちょっと見えにくいと思うけど汚れが入っちゃってね、これちょっと捨てよう。あそこに水道があるのか。でもちょっと待って、向こうはなんだ、焚き火的な何かをするところか。あ、水道あるじゃん。じゃあ捨てれるね。びっくりした、ドッグタグが置かれてるのかと思った。誰かが戦死したのかと。うわ、なんじゃこりゃ、なんだこれ、なんか気持ち悪い。これガムじゃないか。ガムか補修跡だな。ということで掃除完了でございます。こっからバイクを取りに行くのが大変だ。よいしょ。
相変わらずタナックスのバッグは使いやすいな。ということで今回はフィグマシマリンじゃなくてなでしこの紹介でございました。この再生リストでの更新で一応考えてるのはゆるキャンのプラモデルですね。あれの塗装動画をまあ撮るぐらいでしょうか。はい、でその動画は特に今回みたいにキャンプ行くとかいうのは考えてないので、まあひたすら制作動画になるかなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイク関連はサブチャンネルで更新してるんでね、まあ、そちら気になる方よければご覧ください。では楽しいキャンプライフを、バイバーイ。いや楽しいゆるキャンライフを。レアそうな車が置いてあるよね、あそこに。